こんにちは、ウェリントン在住のみどりです。いつも応援いただきましてありがとうございます。心より感謝申し上げます。今回は最近買って良かったと思うものを5つ紹介しようと思います。では早速スタートします。買って良かったもの1つ目は手動発電の懐中電灯兼ラジオです。実は最近突然停電になった日があって、その時これがとても役に立ちました。以前はしょっちゅう予告なしの停電がありましたが、ここ数年停電することもなく、すっかり落ち着いたなぁと思っていた時に、先日突然電気が切れました。携帯電話の懐中電灯を使うこともできますが、こちらは充電が必要なので、この点この商品は手動で発電できるので安心です。ライトも部分モードとフルモードがあって、必要に応じて光の強さも調整できます。それからアラーム音も出せます。ラジオは昔のラジオと同様にラジオ周波数に合わせるのが簡単ではないですが、それでも非常時にはラジオである程度の情報が得られるので、とても心強いと思います。買ってよかったもの2つ目はこれです。商品名は忘れてしまいましたが、椅子に座った時に腰への負担を減らすのに役立つものです。後ろにゴムがついていて、椅子の背に取り付けることができます。見た目では分かりにくいかもしれませんが、座った時にこれが結構快適なんです。この商品はたったの5ドル、日本円で350円ぐらいなので、いくつか買ってコンピューターデスクの椅子にも常時備え付けています。買ってよかったもの3つ目の商品は傘です。これ一見すると普通の傘に見えるのですが、実はかなり丈夫な傘です。ウェリントンは強風で有名な場所です。今まで普通の傘を使用していたので、強い風に吹かれて傘を壊したことが何度もありました。その度に新しい傘を買っていたので、ちょっとお金がもったいないなと思っていました。一般的に頑丈だといえば丈夫で硬いというイメージがありますが、実はそれとは反対に柔軟性に富むものです。強風に吹かれればおちょこになったりするのですが、おちょこになることを前提に作られたものなので、傘を傷つけることなく簡単に元に戻せるようになっています。実際に傘の布と骨をくっつけるのにマジックテープが使われており、これはすぐに取り外しができるようになってるんです。おそらく傘の布と骨の部分がしっかりとくっついていて取れなくなっていると、逆に柔軟性に欠けて壊れやすくなるのだと思います。この傘のおかげで大雨強風でも安心して外に出られるようになりました。買ってよかったなと思います。買ってよかったもの4つ目の商品は蒸し器です。日本では蒸し器は一般的だと思いますが、ニュージーランドではそうでもなさそうです。油で調理したものを好む人が多いので、どの家庭でもフライパンやオーブンは必ずありますが、蒸し器がない家も結構あるようです。
私も夫もメタボ傾向にあるので、食べ物に気をつけた方が良いと思うようになりました。そこで今回蒸し器を購入することにしました。今回はトレバリーと呼ばれるアジの一種を蒸し器で調理します。この蒸し器は3段式になっていて、一番下の段はお水を入れるお鍋です。これは普通のお鍋としても使えるので利用範囲も広いです。2段目と3段目の底には小さな穴がたくさんついていて、そこから蒸気が入ってきます。今まで我が家ではお肉やお魚をオーブンに入れていましたが、この蒸し器を購入して以来、お魚やお肉を蒸して食べることが多くなりました。私は料理が苦手で、フライパンやオーブンで焼く場合に焼きすぎてしまい、カチカチになってしまうことが多いのですが、蒸し器を使うようになってから柔らかくお肉やお魚を仕上げることができるようになりました。油なしでも結構美味しいと思います。油で焼くよりも健康的だと思うので、蒸し器を買ってよかったなと思います。買ってよかったものの5つ目は枕です。実は私はベッドのマットレスに関しては結構こだわりがあって、背骨サポートがしっかりしているマットレスを使用しています。でも今まで枕にこだわったことはありませんでした。最近コントアピローというものを買って、これで寝るようになってからすごく快適に寝れるようになりました。以前のように朝起きた時に寝違いを起こすこともなく、首や肩のあたりがすごく軽くて快適なんです。コントアピローって日本語で何て言うのでしょうか。日本でもあると思います。見た目はそんなに快適なものとは思えなくても、実際に試してみるとすごく快適です。なのでもし枕を買う予定のある方がいたら、このタイプの枕を買うことをおすすめします。ということで、今回は買ってよかったもの5選を紹介しました。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。私の YouTube チャンネルは、もともとは私の生活要素をお届けするのを目的としていましたが、しばらくやってみると、このようなビデオ制作をするのは私には向いていないと気づき、現在では主にトーク中心の動画を投稿しています。日本とニュージーランドに長年住んで感じたことや考えること、文化や価値観の違いで驚いたこと、また日本の外から日本を眺めて思ったことなど、ほとんどが私自身の主観ではありますが、個人的な意見や感想をトークの形で紹介しています。でも時にはこのようなビデオも投稿しますので、これからも応援していただければとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。